こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は移転してかなり大きくなった超有名店ゲンガパオプーの絶品シーフードガパオをご紹介したいと思います。以前あった場所はパタヤのサードロードのナクルアにありました。超有名店ですので知ってる方も多いかもしれないんですけれども、こちらが今回移転しまして、スクンビットを越えた反対側のちょっと偏僻なところに場所が変わりました。かなり敷地は広くなりましたので、近くまで行けばすぐ分かると思うんですが、途中あまり目印になるものがありませんので、ぜひ Google マップを見ながら行っていただければと思います。ちなみにスクンビットを走るソンテウで近くまで行くことができるんですが、降りるのはこちらの歩道橋があるところで降りれば、ここから徒歩5、6分で行くことができますので、ソンテウで往復行くことも可能です。もちろん広い無料駐車場もありますので、車やバイクで行っていただくことも可能です。お店の名前はゲウガパオプーということで、カニのガパオ屋さんといった名前になってます。お店の方は月曜日から土曜日まで営業してまして、日曜日は定休日となってます。営業時間は朝9時半から夕方3時半までになってます。大人気の超有名店になりますので、お昼の忙しい時間に行きますと待ち時間がある可能性が高かったですし、昼を外して遅い時間に行くと食べたいネタがなくなってしまう可能性もありましたので、ちょっと早めの9時45分頃、開店直後に行ってきました。さすがにまだこの時間ならお客さんはあんまりいないだろうなと思ってきたんですけれども、さすが人気店だけありまして、僕より先に5組ぐらいのお客さんがすでに食事をしてました。今回僕はバイクを運転してここまで来たんですが、ほとんどのお客さんは車で来てるようでした。さらに見た感じ、僕以外のお客さんは全員タイ人だったんじゃないかなと思います。まあ、そういったこともありまして、店内には英語のメニューは一切置いてませんでした。さらにはこんな手書きのおしゃれなメニューは店内至る所にあったんですけども、残念ながら僕この略した手書きのタイ語を読むのがめちゃめちゃ苦手で、さっぱりと分かりませんでした。ただ以前の移転する前のお店にはメニュー表らしきものは置いてなかったんですけども、今回来てみたところこんな感じのちゃんとしたメニューが置いてありました。ただ英語のメニューはないんですけども、メニューの数自体はそんなにたくさんないですし、裏側に写真付きのメニューがありますので、指差しで注文することは可能かなと思います。裏の写真で一番大きく写っているのがシャコのガパオ、ガパオガンでしたので、これがお店の一押しなんじゃないかなと思います。ちなみにガパオはシャコ、ホタテ、カニ、イカ、それぞれいろいろとありまして、各100バーツになります。さらにこの中から2つ選んでミックスしてもらうと150バーツということのようです。ということで2皿食べるのもありかなと思ったんですが、今回はいいどころ取りのミックスシーフードのガパオ200バーツという、僕にとってはめちゃめちゃ高級品になるんですけれども、こちらを注文しました。そして嬉しいことに無料のお水がありましたので、こちらをいただくことにしました。はじめちょっと驚いたんですけれども、なんか色がついてるなと思ってよく見たらピンク色になってました。なんか甘いシロップか何か混ぜてるのかなと思ったんですけども、全く違ってまして、ほのかにハーブのような味がしまして、何かは確認しなくてわからなかったんですが、なんか懐かしいような味がしました。ちなみに注文方法なんですが、基本的には自分で紙にオーダーを書いて渡すという形になるんですけれども、書けないという方は口頭で注文しても親切に店員さん対応してくれるので問題ないです。テーブルには調味料セットが置いてあったんですけども、基本的にほとんどの方はガパを注文してましたので、この辺は使う機会少ないんじゃないかなと思います。ということで出てきたシーフードミックスのガパオがこちらになります。今回もプラス10バーツでカイダーオ、目玉焼きを追加しました。そしてスープも一緒についてきたんですけれども、日本のお椀のようなもので出てきました。そして驚いたのがこのシーフードの量になります。明らかにご飯よりも盛りが大きくなってます。そして量だけではなくて、中に入ってるシーフードがすごいんです。まず一般的なイカとエビは入ってるんですが、エビもちゃんと背わたが取られてます。そしてこのお店の一押しでもありますシャコもしっかりと入ってます。
冷凍のボロボロになった車庫ではなくて、しっかりとしたプリプリの車庫が入ってます。そしてこちらも高級食材のホタテになります。正式には平らぎだと思うんですけれども、冷凍ではなくてフレッシュなものを使っていると思います。そしてこちらが分かりにくいんですけれども、底面にもなってますカニの身になります。ということで、僕自身が今まで人生で食べてきたガパオの中で一番豪華なガパオライスになります。シャコが大きくて一口で食べれないので、スプーンで切って食べようとしたんですけれども、かなり弾力があって、ついさっきまで生きてたんじゃないかなって思うぐらい新鮮さが伝わってきました。こちらのホタテもサイズは小さめになるんですけども、味はしっかりとしてまして、数もたくさん入ってました。先ほど山盛りになってたシーフードを少し食べた後ではあるんですけども、平らにしてみたらこんなにすごい量になってました。そして一緒に出てきた無料のスープなんですけれども、中には大根や人参、ネギが細かく刻んで入ってます。味的にはカオマンガイを注文した時に無料で出てくるスープと同じような感じになってました。そして目玉焼きの焼き加減なんですけれども、半熟とまではいかないんですけれども、黄身に火が通りすぎてなくて、僕的にはなかなかいい感じの好きな状態でした。味付け的にはすごくシンプルなガパオの味付けなんですけれども、逆にそれがシーフードの美味しさを引き立てているので、とんでもなく美味しい仕上がりになってます。そしてどう考えてもご飯と具の比率がおかしいので、ご飯を追加することにしました。そしてなんと驚いたことに、日本のお茶碗のような器でご飯が出てきました。スープも日本のお椀のようなもので出てきましたので、これだけ見たら日本食を食べに来たのかなと思っちゃうような映像になっちゃいました。そのライスは半分食べた後のシーフードの横にちょこんと乗っけてみたんですけれども、これだけ見ても普通のその辺のガパオライスよりもまだ量は多いかなと思うぐらい具が残ってました。注文の時は200バーツと聞いてちょっと高いかなと思ったんですけれども、このクオリティとこの量を見た後は逆にかなりお得だなと感じました。目玉焼きも10バーツですし、追加のご飯も10バーツなので、超有名店なのにもかかわらずかなり良心的な料金設定だと思います。当然そういったことがあって現在大人気のお店になっているんだなというのはかなり納得できました。そしてそろそろお会計しようかなと思ったら、突然の大雨が降ってきちゃいました。他のお客さんは皆さん車なんでそのまま帰っていくんですけども、僕はバイクで来てしまいましたので、しばらく足止めされちゃいました。ということで今回のお会計なんですが、ガパオのシーフードが200バーツ、目玉焼き10バーツ、追加のご飯が10バーツということで合計220バーツになりました。ちなみにお隣にカフェが隣接してまして、経営が同じかどうかはわからないんですけども、こちらのカフェのメニューがテーブルの上に置いてありまして、自由にオーダーして運んでもらうことができます。コーヒーは1杯50バーツからになってるんですけども、さすがにガパオライスを食べながらコーヒーというのはちょっと合わないと思うんですけども、お店が暇な時間であれば食後にオーダーするのもありなんじゃないかなと思います。そして今回は利用してないんですけども、トイレも少し離れたところに作られてました。辛いものを食べるとお腹が緩くなるという方も安心して食べていただければと思います。以上、今回は少し前に移転した超有名店ゲイウガパオプーの200バーツの高級ガパオをご紹介させていただきました。予想以上に美味しかったので、ぜひ皆さんにもこのガパオを味わっていただきたいと思ってます。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。